堀村選手お疲れ様です。お疲れ様です、前回素晴らしいアシストでした。改めて振り返ってください。そうですね、まあ、途中出場という形で、まあ、1点ビハインドの中何としても、結果を残すこと、そしてチームの勝ちにはつながらなかったですけど、チームに貢献したいという気持ちでピッチに立ちました。まあ、得点アシストできたシーンに関してはしっかりとこう体を入れることができて、ゆうきくんとのいいコンビネーションで相手を崩すことができたと思うので、今シーズンああいういい形をなかなか自分の中でも作れない難しさがあったので、これから、残りの6試合で、ああいう形をもっともっと増やせるようにこれからもやっていきたいです。そんな中で次の対戦相手が金沢となります。改めて印象を教えてください。そうですね、マンツーマンでかなりこう激しくタイトにやってくるという印象があるので、コンビネーションだったり、そういった部分で相手を上回れるように、していきたいです。知っている選手としてもキーパーの原田選手やセンターバックの佐久田選手というのは水戸時代に一緒に、プレーをしていたので、そういった選手にも負けないように、やっていきたいです。そんな中で今相手を上回りたいという言葉がありましたが、練習中で相手を上回るために、やっておきたいことなどはありますか？そうですね、まずはボールを受ける前にやっぱり周囲をしっかり見ておく、そこから、一つ先のプレーを考えながらやっていくことで相手のマークっていうのをどんどんずれさせて、いい攻撃のいいリズムを生み出すことができると思うので、やっぱそこを重点的に今週1週間やっていきたいです。そんな中でもリーグ戦が終盤戦となって、残り6試合となってますが、改めて最後の6試合に向けて目標があれば教えてください。そうですね、もう連戦がなくて、各週週末に1試合が待っているという状況の中で、やっぱり1週間しっかりとしたトレーニングを積み重ねることができるので、その中でやっぱり自分のプレーをもっともっと表現していきたいですし、そのためにその1週間の取り組みという部分が一番大事になってくると思うので、そこをしっかりやった上でピッチに立ってアシストだったりゴールだったりという結果をチームの勝ち点差につなげられるように、しっかり準備していきたいなというふうに思ってます。次の試合はイーグル喧騒マッチデーとなっておりますが、たくさんの方が来てくださると思います。改めてファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。そうですね、ホームで、なかなか勝ちきれないっていう状況が続いている中で、サポーターの皆さんにも少しもどかしい思いをさせていると思いますし、選手たちもやっぱりホームで、勝ちたい、みんなで喜んで喜び合って試合を終えたいっていう気持ちが強くあるので、その勝ち点差に向けて、全員で一つになって、しっかりいい準備をして臨みたいと思いますので、ぜひたくさんの方に、お越しいただいて、最後勝って喜んでスタジアムを後にしてもらえればと思います。ぜひ今週末熱い応援をよろしくお願いいたします。